春秋五派とは、中国の春秋時代に、周王朝に代わって、天下のことを取り仕切った覇者を五人挙げたものである。春秋の五派とも、誰をもって五派とするかは文献によって違いがある。覇者として認められる条件はなどがある。五派という言葉は、申し国史下に見えるが、申しは、聖の観光以外の具体的な名前を挙げていない。五冠の長期中ではの五人を挙げている。 王、う、風俗道義よ白編、四季十二諸公年表に付けられた、等のはただし、四季作員も同様である。これに対して、純子王派編では、旗の木公、宋の上公がなく、それに変えての二人を挙げている。他の書物も大体この七人のうちから五人を挙げている。ただし、漢女書を公表に付けられた、顔四古中は、考慮ではなく不を含めている。 真の前祖望むは以上の説を人し、正の観光以外はすべて進むの人物であるとして、文公、上公、傾公、痛み公を覇者とした。正の観光と進むの文公は必ず入るので、春秋五派の代表として再観進む文という、春秋五派の組み合わせは以下のようになる。丸は五派に含まれる人、罰は含まれない人を示す。 春秋時代だけでなく、夏、陰、周全体で覇者を五人とすることもある。春秋差し伝成功二年、五白の離りに対して、森あずは、夏白根われ、小白大、方胃の恋、周白再感、進む分、と言っている。この五派は、白骨痛や、風俗痛にも見える。ありがとうございます。